さっき名古屋に収監されていた時の話ありましたけれども、その時捕まった罪状って何だったんですか？多分今のところヒップホップ界では、日本のヒップホップ界でははずだと思うんだけど、加重所持、拳銃2丁とサイレンサーと弾10発、ご丁寧に持ってた。で、あとは合わせ技1本で覚醒剤とマリファナ2キロ、